ペニー・ワイズは、エピタフ・レコードに所属するアメリカ合衆国のパンクバンド。ブラック・フラッグやサークル・ジャークス、マイナスレッド、バッド・レディジョンなどに影響を受けたメンバーにより結成。社会への批判など、メッセージ性の強い歌詞と、蒸気バンドからの影響の強い音楽性が特徴。2007年からマイスプイスが運営するマイスプイス・レコーズに移籍。バンド名の由来は、 スティーブン・キングの小説、IT に登場するピエロの怪物、ペニー・ワイズから。結成時のメンバーは、ジム・リンドバーグ、フレッチャード・ラック、ジェイソン・サースク、バイロン・マクマキンの4人。1996年に、ジェイソンが脱退し、ランディ・ブラッドベリーがメンバーに加入。詳細は後日のメンバーの節を参照のこと。2007年、約10年間在籍していたエピタフレコードから、 マイスプイスレコーズに移籍。移籍前と変わらず、現在もエピタフ、レコードとの進行は深い。2009年8月21日、ジム・リンドバーグがペニー・ワイズからの脱退を表明。2010年2月16日、イグナイトのボーカリストであるゾーリテグラスが新しく、ボーカルとして加入。2012年10月29日、ゾーリテグラスが怪我の治療のため、長期離脱。 ジムリンドバーグの復帰を発表。ジムリンドバーグ、ジムリンドベルイボーカル担当。フレッチャードラック、フレッチャードレアがギター担当。ランディブラッドベリー、ランディブラッドベリーベース担当。バイロン・マクマキン、バイロン・マクマッキンドラムス担当。ゾリ・テグラス・ゾルターン・ t ィ・エ・ g l s ボーカル担当。ジェイソン・サースク・ジェイソン・マシュー・サースクベース担当。1996年に脱退。 脱退後間もなく酒に酔い自殺してしまい、メンバーはジェイソンの死を深く悲しんだ。彼が亡くなった翌年1997年にリリースしたアルバムフルサークルの最後に収録されているブローヒムトリビュートという楽曲はジェイソンに当てられたものである。彼らはライブの最後に決まってその曲を演奏する。これは彼らがジェイソンへの思いのためでもあるとされる。ブローヒムはアメリカ、 NHL のアナハイムダックスやドイツ、ブンデスリーガの VFB シュトゥットガルトのゴールソングに選曲されたことがある。ジェイソンの実定のジャスティン・サースクは98ミュートというバンドでドラムスを担当し、ペニー・ワイズの前座などでライブを行っていた。プロデューサーはフレッチャード・ラックである。ペニー・ワイズから ボーカリストのジム・リンドバーグが脱退 b o u n c e c o m n e w s p u n k n e w s o r g ペニーワイズ・オフィシャリー・ネームズ・ゾーリー・テグラス、オブ・イグナイト・アズ・ニュー・ボーカリスト・ペニーワイズに、初代ボーカルのジム・リンドバーグが復帰。ありがとうございます。